甲府市中心市街地活性化基本計画は、山梨県甲府市における、甲府駅周辺における整備事業のことである。ここリバブル景気以前の山梨県の商業地は、甲府駅周辺が中心であり、岡島百貨店と山港百貨店、甲府西部、大英甲府店といった大型店舗が集中し、また、甲府中央商店街などいくつかの商店街が軒を連ねていた。 特に1986年に開催されたか、維持国体に関連して、甲府駅周辺も整備が行われ、駅舎建て替えにより、エクランが開業したのを皮切りに、岡島百貨店の増殖や山港百貨店の改築などが行われるなど、この時が甲府駅周辺の繁栄期だった。しかし1990年代になると、バブル崩壊に関連して消費が落ち込み、 商店街は急激な地下下落に見舞われた。さらに郊外にショッピングセンターや総合スーパーが建つと、道幅が狭いため渋滞が発生やすく、かつ駐車場不足の問題が浮き彫りとなり、自家用車での買い物客を遠ざける原因になった。そして追い打ちをかけたのが、1998年2月には3つあった、百貨店の一つである、甲府西部が閉店。 1999年11月には大英交付店から業態変換していたトポス交付店が後を追うように閉店するなど閉鎖や撤退が相次ぎ、これにより1999年から2004年までの5年間の間に中心商店街の総売り上げは4割減少し、また店舗数も3割減少したため一気にシャッター通り化した。この状況に対し山梨県や交付市、 商工会などは再活性化を目的に計画を立ち上げ、まず2004年3月23日に甲府駅北口がシビックコア地区整備制度の策定を受けたことで整備が始められ、2008年11月11日に中心市街地活性化法の認可を受け本格的に事業を開始、当初は2008年11月から2013年3月までを活性化法の期限としていたが、 2014年10月までの期限延長を行った。期限切れ直前の2014年10月17日に2020年3月までの第2期の事業承認を受け、現在も事業中である以下の地域が基本計画の整備対象に指定されている。同じ区域でも対象と対象外の範囲があり、例えば北口地区を見ると既存建築物である山梨文化会館は、 区域内であるため計画の対象に含まれるが、山梨市の高層建築物であるセインズ。25は区域から除外している。また、旭地区は旭通りの箇所のみ、あた町は中央線沿いのみで、山梨英は中学校、高等学校は含まれていない。甲府駅北口より北東を望む、手前のスペースがよっちゃばれ広場。2011年3月撮影。 公衆夢工事に再建された時の金、2014年7月撮影。もともと当初には国鉄が所有していた交付機関区、及び広大な県あり地があり、田辺国与知事時代に、県あり地に、山梨県民文化ホールの建設構想が持ち上がった。ものの1979年の県知事選挙で、田辺は、破れ、代わりに知事に就任した、も月公明によって、計画は、白紙となった。 また、交付機関区が国鉄末期の合理化により閉鎖されたことでこの場所も空き地となったことから活気ある山梨づくり政策を掲げ,げていた、も月知事は、この子の跡地を再開発しようとバブル景気の中国鉄生産事業団から高額で買収し、既存の県あり地を含め再開発に着手しようとした。しかしその後バブル崩壊の煽りを受けたことで停滞し、またこの時期、 幸い重県政策を掲げ経済指標より医療福祉を重視する天野県知事によって、もち前知事による計画も白紙となり、しばらく北口の土地は更地として放置されることになった。その後甲府市長であった山本義彦が知事に就任し、この空き地をシビックコア地区として整備を再開、横内正明知事になってからも事業は継続され、 2013年に、公衆夢工事がオープンしたことにより、シビックコア地区としての整備は一段落している。中央消防署交府地区、広域行政事務組合管轄の消防署、同一敷地内で平屋建てを2階建てに移転改築し、2007年2月に、竣工北口整備で最初に竣工した施設である。甲府市歴史公園甲府市により事業着手、廃場と、 中央本線甲府俗新により解体、分断された甲府城山手古門をかつてと同じ場所に復元したものである。また周辺を芝生広場にすることで北口側から甲府城を眺めることができるよう配慮されている。2007年3月に竣工北口駅前広場甲府市により事業着手。旧ロータリーはあたこ町下城線に接続していたが、新ロータリーは 武田通りを南側へ延長した上で結ぶことになっている。また、甲府駅北口を改修し、ペデストリアンデッキを設置。2010年8月に竣工し、共用を開始した、よっちゃばれお祭り広場甲府市により事業着手。駅前ロータリーに隣接する形でイベント広場を整備。また、武田神社内にあった甲府市、藤村記念館の移設が行われ、 再整備の上2010年10月より一般公開されている NHK 甲府放送局甲府市と日本放送協会により事業着手同市飯田地区にあった施設を北口駅前広場の西側へ移設2010年に着工し2012年5月に共用開始甲府地方合同庁舎国土交通省関東地方整備局により事業着手 交付税務所や交付地方法務局などが入居するほか、102個の単身用公務員宿舎を併設する。2010年に予定通り着工。2012年2月より、供用開始した。山梨県立図書館山梨県により事業着手。丸の内2丁目に存在した施設を、阿多ご町下乗線を隔てた北側に建設。当初は多目的ホールや、 カフェテリアなどを併設した新学習拠点として整備する予定であったが、計画の見直しによりこれらの設備は縮小されている。2010年に着工、2012年11月に開館した、公衆夢工事甲府市にある宝石メーカー、丹沢により事業着手、大正時代の街並みを再現した観光施設であり、地場産業の物品などを販売する。 2013年3月25日にオープンした。その他蒸気以外にも甲府市営の立体駐輪場の整備や雑居ビルの新築、東西に伸びる甲府市道綿た町下場線の拡幅延伸、電線類地中化が行われている。なお、北口に存在した JR 東日本甲府総合事務所は南口のエクラン東隣へ移転し、旧建物は解体され、跡地は NHK 甲府放送局になっている。オフィスビルやマンション、専門学校が整備された甲府駅、南口西側地区かつては、県内屈指の繁華街であった南口も、平成不況と郊外化により大型店舗の撤退と、商店街のシャッター通り化に、歯止めがかからない状態が続いているため、活性化を図ろうと再開発ビルの建設が行われている。また南口に、数多くある、 観光庁施設の建て替えや改修も、財政難や他事業への予算優先などにより遅れており、東海地震などの大災害が発生した場合には、建物倒壊などにより機能が麻痺する恐れがあることが指摘されている。そのため、山梨県や甲府市などはそれらの施設の建て替え及び改修を行っている。甲府地方裁判所老朽化により、庁舎の建て替えを実施。新庁舎は、 地上六て地下一階、法廷は裁判員制度に対応した作りとなっている。2009年1月竣工、公売地区再開発ビル、ココリパセオ跡地に、商業施設、専門学校、分譲住居の複合ビルを建設。2010年10月に竣工、交付市役所分散かつ分散化した、老朽化した庁舎の建て替え。2010年5月に仮庁舎へ移転。 現庁舎は解体された。新庁舎は2013年5月より、業務開始、山梨県庁舎庁舎施設のうち、山梨県民会館や山梨県民情報プラザなど、老朽化した県施設を解体し、一つの新庁舎として建設。2009年より一部施設の閉鎖、移転が開始されている。2013年11月に竣工し、山梨県警察などが入居している。 南口より平和通を望むターミナルと通りを結ぶ交差点がスクランブル化され、また通り左側にあったアーケードが撤去され、開放的になっている。甲府銀座ビル跡地の再開発で建設されたデュオヒルズ甲府南口再整備かつて南口には開示国体の際に整備されたロータリーがあり、甲府駅、バスターミナルの各乗り場へ行くにはロータリーにある。 横断歩道を渡らなければならなかった。そのため、交通量が増えるラッシュ時間帯において、ロータリーを利用するバスやタクシー、一般自動車と歩行者で横断歩道一帯は非常に混雑した。また、南口周辺は開示国体の際の整備以降、主だった整備がされておらず、雑然とした雰囲気となっていたことから、北口に続き、南口も再整備が検討されていた。 2012年の知事年頭会見で、横内正明知事は、重点課題として南口整備を挙げており、主な内容として、ロータリーを自家用車用とバスタクシー用に分離し、バスターミナルへの横断歩道の解消や、ペデストリアンデッキ、または地下歩道の設置により、バスターミナルから駅を迂回せず、直接平和通りへ往来できるようにするなどの計画が立てられていた。 2014年に平和通り沿い東側にあるファンシーロード8番街のアーケード撤去が行われ2015年には甲府駅バスターミナルの改修に着手2017年8月9日に新ターミナル案内所が開設したことで南口再整備は完了した駐輪場増設甲府市が2009年に行った調査によると甲府駅南口における自転車需要は 約1600台であったが、2013年11月時点で、南口にある駐輪場の収容数は合計775台しかなく、駅周辺では放置自転車が状態化していた。第1期では、北口側の駐輪場新設が行われたが、第2期では、南口側の駐輪場新設にも着手。2013年より、一般車専用駐車場のロータリー新設に合わせ、 南口駐輪場の地下化工事が開始され、2015年6月に地下駐輪場及び一般用駐車場ロータリーが完成。南口周辺の駐輪場収容数は1685台まで増えている。さらに地下駐輪場付近に原動機付け自転車用、駐輪場、交府城北西側にも駐輪場を新設し、需要像に対応する。 甲府銀座ビルは土地再開発2009年の完全閉鎖空きビルになっていた甲府銀座ビルを東京都の不動産会社アクロスが買収しマンションを主体とした再開発ビルの建設に着手デュオヒルズ甲府としてアクロス、フージャースコーポレーション、東京ガス山梨との共同事業で2014年12月に着工し2018年2月に竣工。 マンション部分の分譲を開始している情報発信拠点山梨県立図書館の規模が縮小され、それにより空いた図書館北側の県にあり地を活用するため情報拠点を整備する構想が上がっていた。山梨県より選定された複数の企業により事業着手され、主要企業として日本電機が名乗りを上げていたが2008年後半から発生した。 世界同時不況により2009年2月に凍結。NEC も自社の経営難から撤退した。活性化法が終了を迎える2014年時点でも事業再開のめどは立っていない。交付上天守閣整備現在天守台のみとなっている。交付上天守閣の建設に向けて有志により署名活動が実施されている。現時点では計画の対象外であるが、 基本計画の範囲内であることから事業に組み込まれる可能性がある。ただし、甲府城の天守閣の有無について発掘調査により河原は出土されたが、設計図や天守閣を描いた絵画などの明確な資料が未だ見つかっておらず、有識者などから慎重な意見が出ている。甲府市による2019年の定期フォローアップによると以下の結果となっている。北口。 編集南口、編集区域内区域外関連事業、ありがとうございます。